ボートレースとこなめの4日間シリーズ、スポーツ報知杯争奪第14回ビクトリーカップ頂上決戦優勝戦が始まりました。優勝戦メンバーは1号艇北川淳二、2号艇細川優子、3号艇服部幸男、4号艇佐藤大輔、5号艇は渡辺英二、そして6号艇梶野隆の6選手です。1号艇北川淳二、人気を集めての引戦となります。1月にここ常滑で初めて優勝を挙げました。それがスポーツ報知杯争奪第13回のビクトリーカップでした。大会連覇に人気の中心、北川引戦です。2号艇の細川優子が2コース、細川も常滑の優勝はまだありません。そして男女混合戦の優勝もまだありません。2コースから人気は対抗格。そして昨日も存在感を示した3号艇の服部幸男が3コース、4コースの角には地元3人目佐藤大輔、そして展示タイムはトップ5号艇の渡辺英二が5コース、最アウトから6号艇の梶野隆です。実力メンバーが揃いました。楽しみな優勝戦、枠番通りの3対3、対岸側からの風わずかに向かい気味に流れて1番2番3番4番5番6番スタートしました。スリットは完全にスロー勢が先行となって1マークに向かっていきます。1号艇の北川淳二、まずは逃げを図っていく。2号艇の細川、差しを狙ってまくり出して3号艇の服部でありますが、インから完封です。1号艇の北川淳二、スリット裏では2停身から3停身優勢にマークに向かいます。なお前提スタートは正常でした。2番手は3号艇の服部、3番手は2号艇の細川、後ろは少し離れて6番4番5番です。1号艇の北川淳二トップでホーム側に戻ります。2番手ですけれども、指して3号艇の服部幸男、先に回った2号艇の細川は3番手、2番手3番手定冠は2停身です。2号艇細川の後ろは少し離れて6号艇梶野、5号艇渡辺、4号艇の佐藤です。1号艇北川淳二が先頭バックに立ち上がっています。3号艇の服部2番手、2号艇の細川が3番手で、1番3番2番、体型は変わることなく2周2マークへと移っていきます。1号艇の北川淳二は完全に独走、今2マークを折り返してまいります。3号艇服部、2号艇の細川、1番3番2番、体型変わることなくこれから最終周回です。コンマ10あたりギリギリ0台に入ったところか、今日は見事なスタートを決めて1号艇の北川淳二逃走を図ります。バックストレッチ側に立ち上がります。3号艇服部、2号艇の細川、1番3番2番です。今年は1月のここ常滑、そして芦屋に続いて3回目、通算ではこれが10回目、そして常滑は2回目、この大会連覇ということになります。1号艇の北川淳二が先頭でホームに戻りました。3号艇服部2番手、2号艇の細川3番手で1、3、2、12レース、優勝戦まもなくゴールです。1着1番北川淳二、優勝のゴリ、2着3番服部、3着2番の細川でゴリ、後ろは5番4番は接戦、ラストで6番のカジノがゴールしています。